こんにちは、金ちゃん BBH と申します。今回はですね、ヒーローズを分析してみたといった内容で情報発信をしていきたいと思います。分析的につきましては、2019年6月13日時間軸についてはデイトレードからスイングとなります。内容に入る前にですね、本動画を視聴される上の注意事項についてご説明いたします。この動画はテクニカル分析が大好きな投資顧問でも投資助言者でもない素人のおっさんが思いつき作成している動画です。投資を開始したり促したりするものでは全くありません。2019年6月13日現在のチャートを見て作成しますので、最新のものと要所もなく、また安全性や将来の要求を保証するものではありません。参考にする程度でお楽しみください。投資に関する最終的な判断は全て自己責任でお願いします。といったところで内容に入ってきたと思います。はい、それではですね、ヒーローズを分析する上での前提について確認していきたいと思います。まずですね、いつものように掲示板投稿ランキングの方から確認していきたいと思います。ヒーローズにつきましてはですね、掲示板投稿ランキング16位ということで、まあ、そこそこね、話題になっている銘柄なのかなというふうに思っております。あとですね、ティック回数につきましては、まあ、7923回ということで、まあ、そこそこね、流動性も高いのかなというところであります。あとですね、信用残につきましてはですね、改ざんね、非常にだいぶ整理されている状況になっているのかなというところであります。前提のですね、分析については以上になります。はい、それではですね、早速チャートの方に入っていきたいと思います。現在ご覧のチャートは2019年6月13日現在のヒーローズの月足チャートになります。早速ね、ストキャスティックスの方から確認してきたいと思います。ストキャスティックスにつきましてはですね、 75% 変わりすぎ数字を超えてですね、来ているところであります。あとですね、早いラインがですね、ちょっと失速してきているのかなというところで、まもなくね、調整があるかもしれないなというね、感じに見えます。で、RSI につきましてはですね、ちょっと今まだ出てない状況ですね。ということで、まあ、ストキャスティックスのみで考えると調整が近いのかなというね、ところであります。テクニカル指標のですね、分析については以上になります。引き続きですね、チャートの方に入っていきたいと思います。チャートにつきましてはですね、いつものようにサポートとレジスタンス確認していきたいと思います。サポートですね、ゾーンがありますね。サポートゾーンにつきましては1万2000から3000を機にサポートとね、そんなゾーンがあります。あとですね、レジスタンスにつきましては2万4825円ね、上場来高値のポイントにレジスタンスがあるというふうに思っております。あとですね、ここですね、この出来高の部分ですね、この出来高の部分につきましてはですね、やれ売りが出やすいのかなというところですね。まあね、そういう感じ形に見えます。あと、まあ、この、ね、チャートを見ますと、まあ、気になるところですね、出来高ですね、こことここの出来高が気になるところであります。で、この出来高ですね、ここのすごい非常に小さい値動きで大きい出来高、ここはね、小さい値動きで大きな出来高、大きな値、ね、幅な値動きになってるんですけども、おそらくね、このチャートから、まあね、見受けるところはですね、まあ、ここでね、すごいエネルギーを貯めて一気に放出したのかなというね、状況なのかなというふうに思います。なので、このエネルギーがね、この上昇のエネルギーがですね、どこら辺までいくのかなというところで、ね、見積もるのがね、重要なのかなというね、思っております。ちょっとね、この、月足チャートからはですね、そのエネルギーが、まあ、測れられないので、まあね、次の時間軸で確認していきたいと思います。月足の分析については以上になります。はい、時間軸変わりましてですね、現在ご覧のチャートは2019年6月13日現在のヒーローズの週足チャートになります。早速ね、RSI の方から確認していきたいと思います。RSI につきましてはですね、変わりすぎ水準 80% のポイントに到達しているところであります。ということでですね、まあ、RSI を見ますと、まあ、調整がね、もうそろそろあるのかなというね、状況に見えます。あとですね、信用改ざんなんですけども、徐々にね、少しずつ整理されてきているのかなというね、ところであります。なので、まあ、信用改ざんとですね、RSI の状況を見る限りはですね、まあ、調整はね、そろそろありそうなんですが、まあ、信用改ざんが、ね、整理されてきているので、まあ、もし、ね、揉み合いで大上抜けした場合についてはですね、まあ、調整があったとの揉み合いがあって、その揉み合いを、ね、上抜けした場合についてはですね、上に伸びやすいのかなという、ね、イメージがあります。信用残とですね、RSI の分析については以上になります。引き続きですね、チャートの方に入っていきたいと思います。チャートにつきましてはですね、先ほどの突き足で分析いたしましたサポートとレジスタンスをですね、やれやれ売りが出やすいポイントですね、そこをね、出していきたいと思います。まあね、今週足のチャートと照合いたしますとね、ほぼね、合致するんですけども、まあね、このね、まあ、引き続きですね、これを使ってですね、まあ、このもみ合いですね、ここにもみ上がるなというところで、分析していきたいと思います。
このね、まあこの部分ところですけども、まあ、もみ合いになっていますので、でこのもみ合いの部分ですね、どこの辺まで伸びるかということで、まあね、分析をしてきますと、まあ、おそらくね、チャートボタン的にはですね、この黄色い、ね、ライン、水平線のところまで伸びるのかなというね、ところであります。で、これを見たらね、分かりますように、まあ、そろそろね、上昇エネルギーがなくなってきてるのかなというね、ところが読み取れるな、読み取れると思います。で、まあね、なんでここまで伸びたかと言いますと、おそらくね、この価格差別的高が、まあ、あんまりスカスカだったからね、ここまで伸びたのかなというところで、おそらくね、そろそろ調整がね、まあ、RSI でもありますように、チャートからもありますように、まあ、調整があってもおかしくないのかなというところであります。ということでですね、まあね、どこまで調整するかというところで、今からね、まあ、サポートのレジスタンスでは出てこなかったので、まあ、フィボナッチリトレースメントを使って確認していきたいと思います。はい、それではですね、時間軸、すみません、チャート変わりまして、現在ね、トレードステーションの主要チャートになります。今からね、まあ、トレードステーションで、リュータと出しているね、収録した状況がありますので、それをね、確認していきたいと思います。チャートボタンをね、確認しますと、まあ、チャートボタンですね、ここの、ね、相場の原理原則を使っても、まあ、なくなっているのかなというのが分かるかと思います。でですね、これ今からエリオタドを出しますと、エリオタドね、第3波目標株価がですね、19,950 円ということで、まあね、もうほぼ到達している状況なのかなというところであります。なので、まあ、そろそろ、ね、調整していくかということで、まあ、調整する、ね、フィボナッチリトレースメントを見てみますと、この、ね、辺り、この辺りにありますので、ただちょっと、ね、このチャートではです、ね、見づらいので、ね、ちょっと切り替えていきたいと思います。はい、そうですね、これですね。まあ、押し目がです、ね、それぞれ17,617円から14,224円まで、ね、出ているのかなというふうに思います。で現在の、ね、目標か、ごめんなさい。現在の到達水準で、到達水準からですね、押し目ライン、ね、予測しますと、おそらくね、この辺りぐらいまで押してくるのかなというイメージを持っております。週足の分析についてはですね、以上になります。はい、時間軸変わりましてですね、現在このチャートは2019年6月13日現在のヒーローズのお冷やしチャートになります。早速ね、RSI から確認していきたいと思います。RSI につきましてはですね、週足と同様にですね、変わりすぎ数字まで到達しているということで、そろそろね、調整があってもおかしくないのかなというね、状況にあります。RSI のね、分析についてはここで終わりまして、チャートの分析の方に入ってきますと、先ほどですね、週足 の時点のですね、まあ、サポートとレジスタンスとやれやれのプリント、ポイントですね、見ていきたいと思います。で、それを見ますとですね、やれやれのポイントがね、初めここだったんですけども、ちょっとね、このチャートから見ますと、冷やしチャートを見ますと、もう一個上ですね、やりやれのポイントにつきましては、21,000から21,500円ぐらいがね、やりやれの売りのポイントなのかなというね、ところであります。まあ、ここは、ね、到達してますので、多分ここですね、ここがやりやれ売りがね、この、まあ、上場の時のですね、終わりでですね、ここのやりやれ売りが出やすいのかなというふうに思っております。なので、まあ、多分ね、多分このまま到達するのか、もしくはもうね、調整が入ってくるのかね、どっちかの状況になるかなというふうに思います。ということでですね、先ほどまで分析したあのフィボナッチリトレースメントもですね、このチャートの方に描画していきたいと思います。で、まあ、有力としているのがですね、この赤いポイントですね、赤いポイントぐらいが、まあ、調整予測ですね、調整落ちてきて、そこからもみ合ってくるのかなという、ね、予想ですね。でもしかしたらね、ちょっと1万5000円から1万4000円ぐらいまでのね、押しもあるのかなというね、ところであります。まあ、有力なポイントは、まあ、このあたりだと思うんですけども、まあ、ちょっとね、このチャートだと見にくいので、ここ1回ね、この余分なところを消してですね、値動きの予想をしていきたいと思います。今ね、イメージしているのはですね、ここ第3波が終わりまして、ここ第4波に入るところですね、第4波のところで、まあ、このあたりぐらいでですね、トライアングルを作ってくるのかなという、ね、イメージをしております。でトライアングルを、ね、上抜きしてきたらおそらく2万1000から2万1500円ぐらいまで伸びていくのかなという、ね、イメージを持っております。
でもし、ね、このトライアングルで耐えきれない場合については、一番 2,3,000 円あたりまで押してくるのかなという、ね、状況に見えます。まあ、ちょっとねこの、第5話の計算式でいくと2万円、高値ですね、上場の高値まではちょっと届かないのかなというね、とこですね。とりあえずね、日足のチャートは以上になります。はい、時間軸変わりましてですね、現在このチャートは2019年6月13日現在のヒローズの15分足チャートになります。先ほどですね、第5波が2万1000か2万1500円と出したんですけども、もしかしたらですね、第3波がと同時に第5波までね、同時に行ってしまうかもしれないということで、15分足チャートでですね、このね、目標株価を出していきたいと思います。まあね、今見ていきますと22,250円ぐらいですかね、ぐらいがこの今もみ合いのですね、目標株価になるということで、もし、ね、上抜けした場合についてはですね、そこまで伸びてくる可能性があるということで、まあ、その一気にですね、もしかしたら第5波まで、行ってしまうのかなというねイメージを持っております。ヒローズの、ね、分析については以上になります。はい、いかがでしたでしょうか。ヒローズについてですね、分析をしてまいりましたが、いくつかね、皆さんのおためになれば幸いです。私こういう原理ですけど、相場の原理原則もね、今ね、私と同じ先ほど持つ相場の原理原則も、ね、今キャンペーン中で割引で販売しておりますのでね、どうかよろしくお願いします。本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価の方お願いします。金ちゃん BBH でした。